天皇皇后両陛下がお手植えお手巻きになります。代表者記念植樹をされます皆様はどうぞご準備ください。植樹は両陛下の2本目のお手植えに合わせてお願いします。天皇陛下は赤松、クスノキ、シイノキの苗木を、皇后陛下は黒松、ヤブツバキ、夏みかんの苗木をお手植えになります。ただいま天皇陛下がお手植えの赤松は山口県の県木であり、防災林としてだけでなく庭園樹としても植えられ、前回の植樹祭でも昭和天皇がお手植えされた木です。皇后陛下がお手植えの黒松は山口県の海岸林を代表する常緑樹で、海浜部の景観に欠くことのできない木であり、防災林としても重用され、前回の植樹祭では昭和天皇がお手巻きされた木でもあります。招待者代表記念植樹の皆様もどうぞ植樹をお始めください。ただいま天皇陛下がお手植えのクスノキは、建築材をはじめ船舶材や家具材などの幅広い用途に使われています。山口県では国の天然記念物として下関市の川棚のクスの森が指定されています。皇后陛下がお手植えのヤブツバキは、冬から春にかけて赤色の美しい花をつける常緑の広葉樹で、木材は建築材や漆器の材料などとして、果実は椿油として長髪や食用などに使用されています。萩市笠山のヤブツバキ群生林には毎年春に多くの観光客が訪れます。ただいま天皇陛下がお手植えのシイノキは、山口県に広く分布する常緑の広葉樹で、木材は家具材や炭の材料、シイタケの原木などに使われるなど、古くから私たちの生活と深い関わりがあります。また社寺などに植えられ、多くの巨樹名木となり今に残されています。皇后陛下がお手植えの夏みかんは山口県の花です。春に甘い香りを放つ白い花を咲かせる常緑の広葉樹で、山口県から全国へ広まりました。長門市大見島には原樹が現存し、国の天然記念物に指定されています。
天皇皇后両陛下にお手植えをいただきました。次に天皇皇后両陛下がお手巻きになります。天皇陛下は木の木と鎮賀氏の種を、皇后陛下は杉といろはもみじの種をお手巻きになります。ただいま天皇陛下がお手巻きのヒノキは山口県の林業を支える主要樹種で、鎌倉時代には東大寺の再建に利用されたことが知られています。皇后陛下がお手巻きの杉は山口県の森林を代表する常緑の針葉樹です。古くから社寺などに植えられ、巨樹名木が多く残っており、国の天然記念物には周南市の大玉杉などがあります。ただいま天皇陛下がお手巻きの一位梨は、その硬い材質から建築材や農機具などの木材、船の貝などに利用されています。県内には多くの巨樹名木が残っており、下関市の滝部八幡宮の一位梨は県の天然記念物に指定されています。皇后陛下がお手巻きのいろはもみじは新緑と紅葉の美しい樹種で、県内各地の山々に四季の彩りを添えています。古くから岩木としても植えられ、身近な木として広く県民に愛されています。
天皇皇后両陛下にお手巻きをいただきました。ありがとうございました。